皆さんこんにちは。こちらはソニー STR-DN1080 です。発売は2017年、当時の定価は77,800円でした。 AV アンプはピュアオーディオ用より音が悪いと言われています。映像回路と一緒になっているのでノイズが乗りやすいというのがその理由です。ソニーは昔からこの課題に取り組んで改善を積み重ねてきたようです。今回はその成果を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。 CXD900-35 はソニーが開発したプリアンプ専用のアナログ IC です。これによって高速応答と低ノイズを実現したといいます。スタンバイの消費電力がかなり大きいです。 HDMI やネットワークのスタンバイを有効にすると電源を切っても 45W 消費しますので注意が必要です。これと類似のモデルに次があります。ソニーの STR1000 シリーズは2013年から毎年市場に投入されていました。これらの違いは新しいフォーマットや規格の対応がメインで、中身はほぼ同じです。プリアンプ専用 IC は2015年の1060から採用されています。このアンプは中古でしたので状態を確認します。入力セレクターとボリュームのつまみは樹脂製です。ゴムをねじるような感触です。ディスプレイに表示される情報量は必要最小限です。リモコンのホームボタンを押すとテレビ画面に表示が出ますので、これを見ながら操作します。オーディオに関係する再生モードを調べた結果がこちらです。ダイレクトとピュアダイレクトの動作がアナログとデジタルで違います。アナログ入力の時、ダイレクトを選択するとプリアンプ IC に直結されて ADDA を通りません。これは音質に有利です。デジタル入力のダイレクトは DSP を通るのでサブウーファーが使えます。こちらはサラウンド機能が無効になるだけのモードのようです。マルチチャンネルステレオはすべてのスピーカー端子から2チャンネルステレオの音を再生するモードです。このモードを使うとスピーカーユニットの音源の位置ずれを補正できます。後ろを見ていきます。ゾーン2の出力端子は単純にアナログ入力のソースをスルーするだけです。プリアウトの代わりに使うことはできません。オーディオの調整項目を見ていきます。チェックするところはイコライザー、クロスオーバー、距離の3つです。イコライザーは低音と高音の調節だけです。スピーカーの特性の細かい補正はできません。距離は1センチ単位で調整できます。この機能を使ってマルチチャンネルステレオモードで再生するとウーファーとツイーターのボイスコイルの位置ずれを補正できます。スリーウェイスピーカーのトリプルワイヤリングまで対応できます。クロスオーバー周波数はスピーカーごとに別々の設定が可能です。しかも 10Hz ピッチで設定できます。十分な機能です。このアンプにはプロテクションリレーがついています。電気接点の劣化はダンピングファクターに現れますので、これを確認します。
だいたい80くらいですね。今のところ接点の劣化は見られません。中身を見ていきます。DSP を3個搭載して演算能力を高めています。デジタル処理に力を入れるところがソニーらしいですね。この銅の棒はグランドのインピーダンスを下げるための工夫です。つまりノイズ対策の一つです。プロテクションリレーは劣化しやすいタイプが使われています。いずれメンテナンスが必要になるでしょう。これはボリュームのエンコーダーです。回した感触が悪いのはシャフトから先のねじり剛性が関係するかもしれません。これは耐震性に優れるという FB シャーシです。FEM 解析で最適化したような形ですが、耐震性に優れる感じはないようです。AV アンプはピュアオーディオ用アンプより音が悪いと言われてきました。ソニーはこの課題に取り組んできましたが、映像回路と一緒になったアンプでピュアオーディオ並みの音質は無理なのでしょうか。次回はこのアンプを測定してその実力を検証していきます。お楽しみに。